ちは、劇団スカッシュでーす。はい、今日はですね、子供の頃買えなかったものを買ってみようのコーナーでございます。前回トランスフォーマーのデバスターを前回は買ったんですけれども、で今日もトランスフォーマーを買ってきました。でてーこちらトランスフォーマーマスターピースのサウンドウェーブでございます。サウンドウェーブついに手に入れました。一番欲しかったトランスフォーマーです。しかも今回買ったのはマスターピースのサウンドウェーブになります。マスターピースって何かっていうと、トランスフォーマーのですね、当時のやつを今のタカラトミーさんの実力でもう最新のテクノロジーを駆使して作り上げたという触れ込みの、本当はですね、その昔のその当時のサウンドウェーブが欲しかったんですけど、この間大阪に行った時に皆さんにこういうおもちゃが売ってるお店を教えてくださいって言って、いろんなお店を教えていただいて、どうもありがとうございます。それで大阪で何軒か行ってみたんです。ヒーローおもちゃ研究所とかのいろんなお店に、日本橋とか、あとね、梅田のところかな、マンダラケ、大阪のマンダラケの方にも行ってきたんですけど、あったんですよ。サウンドウェーブの多分その当時のものっぽいものがあったんですけど、5万とか。大阪行って5万のトランスフォーマーを、なんかね、いやそれはちょっと違うなと思って、これも売ってたりしたんですけど、大阪では買ってこなかったんですが、今日まあ話にはちょっとややこしくなるんですけど、中野のブロードウェイに行って、でその後秋葉原行って、秋葉原のマンダラケにも行って、で値段比べたら、その中野の方が安かったんで、中野に戻ってきたらって、そういろんなことがあったんですよ。でもまあいいか、それはまあいいや。こちらなんとグッドデザイン賞をどうも受賞してるみたいです。去年のかな。早速中を見ていきましょう。これねー、サウンド、これまあそうか、中見てもらった方が早いか。すごいんですよ。うわー、はい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 、こういう感じ。そう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 、ああそう、初代のね、初代のモデルはそう、これなんですよ。これをね、その当時すごく欲しかったんです。うわー、こういう感じでございます。さあ、うわー、あ、重い。ああ、おお、これよこれよこれよ、わっ、お、こんなでかいんだ。これよこれよ、これがサウンドウェーブよ。あっ、あっ、これこれ手も開くの、さすがに手は開かないか、あ、いや開く。いや、マスターピースすげえな。いや、結構いいお値段するんですよ、マスターピース。そしてその値段に見合った感じありますね。ですね、このサウンドウェーブっていうのは声がまずいいの、すごく機械音、もうトランスフォーマーっぽい声のもう代名詞と言っていいかもしれない、サウンドウェーブの声っていうのは。で、ここ押しますよ、開くんですよ、ここが。ほら、カセットテープにもしかしたらね、馴染みがない方もいるかもしれないですけど、このポータブルカセットプレーヤーを変形させたロボットで、ここにこの人、これをカセットテープでしょう。これが、カセットロンのコンドルです。こいつがここにこういう感じで、ここポチッと押します、ガン出てきます。でこいつが言うわけですよ。さっきそう調べたら、イジェクトと言ってるみたいなんですけど、僕がその当時子供の頃ね、聞いてた、そうテレビアニメで聞いてた感じだと、ミジェールって聞こえてたの。なんでかわかんない、イジェクトって言われたら、ああ、まあそりゃそうだよな、出てくんだからイジェクトだなってわかるんだけど、そのイジェクトっていう単語を知らないわけじゃない、子供の私は。だからね、ミジェールだと思ってたの。コンドール、ミジェール、
ジャガー、ミジェール。しばらくね、調べたのよ。ミジェールだと思って、そのサウンドウェーブミジェールで調べたんだけど、そんなものは一個もヒットしなかったんで、やっぱミジェールっていうのは聞き間違いだったんでしょうね。なんでミジェールだと思ってたんだろうな。でね、そう、このコンドール、ミジェールって言ってコンドルが出てくわけ。で、こっから、これがね、カセットテープとしてこいつが出てきて、これが変形するわけですよ。カッキッココ、カッキッココっつってね、説明書見た方がいいかな。これをこう、こういう感じで、ほら、コンドルの頭出てきます。ほら、コンドル。うわー、これがコンドルですよ。コンドルミジェールですよ。コンドルミジェールですよ。え、乗るの？嘘、どうやって？あ、このシーンやったよね。ほら、こういうのだよね。サウンドウェーブとコンドルって言ったら、今ここのね、一体分のスペースしかないんですけど、ここを指でこう押してあげると、カセットロンを、今コンドルしか私持ってないですけど、あとジャガーとランブルもここに同時に収納させておくことができる。これすごくないですか？これ昔のトランスフォーマーからそうだったのかな？ちょっと昔のやつをね、僕は買えなかったんで、ちょっと定かではないんですけど、さすがはマスターピースだなぁ。ああ。こいつには付属でこれがついてくるんですよ。これご存知、これはメガトロン様ですね。メガトロン、あのね、変形するとこのワルサーになるんですよ。おー、こういう感じでメガトロン様を持たせることもできると。あ、これいいですね。メガトロン様も大きいんだよ、普通の状態の時はね。それが変形して10になるとこのサイズ感に収まって、結構ね、そう、サウンドウェーブとかが打ったりするの、実際のアニメの時にも。そのシーンを再現できると。ははー。さあ、ではこの状態からトランスフォームさせていきましょう。トランスフォーム。Mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de miはい、これでデバイスモード完成です。ポータブルカセットプレイヤー、これがね、よくできてますよね。これほら、早送りと巻き戻しのボタンはちゃんとこう押せるようになってるんです。まあ、マスターピースじゃないですけど、その当時のモデルもう買えなかったんで、それこそあの自宅にあるもっとでっかいでっかいカセットデッキでこうガシャンガシャンって、このね、同じようにこうガシャンガシャンってやりながら、コンドルミジェールって言って遊んでた思い出があります。懐かしいですね。本当はイジェクトなんですよね。はい、ということで今日はこちらですね、デストロンの音箱とサウンドウェーブを、マスターピースのサウンドウェーブを買ってきたよという、そういう動画でした。だ、ゆくゆくはあのちゃんとカセットテープが聴けるサウンドウェーブがタカラトミーさんから発売されるといいなというふうに思っておりますけれども、まあね、カセットテープ自体がね、もうなくなっちゃってると思うんで、それはちょっともしかしたら厳しいのかもしれないですけど、やっぱそれがね、夢ですからね。長年のサウンドウェーブでカセット音楽を聴くっていうの、多分ね、その夢ある方たちいっぱいいると思うんで、せっかくこれを買ったので、イジェクトされる、ジャガーとランブル、それもこちら揃えてこの胸の中にですね、収納していきたいなというふうに思います。さあ、ということで今日は、マスターピースのトランスフォーマー、子供の頃買えなかったこのサウンドウェーブを買ってみたよという、そういう動画でした。じゃあね。